おはようございます、たかしです。本日は5月31日水曜日、ただいま9時48分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。ではまず日足から見ていきましょう。昨日のポンド円日足、ちょっと分かりにくいですね。ここのところそうなんですが、日がよく出ているというところ、今はかなり高値圏にありますので、現在は分かりにくい動きをしているというところですね。一旦直近の高値を上抜けましたので、一度押しをつけてほしいところ。このオレンジのトレンドライン、もしくは GMMA の青帯との乖離が進んでますので、その辺付近への下落ですね。そういう押しをつけてくれると次の上昇につながりやすいんですが、現在はストキャスティクスはデッドクロ、マクディは方向感がないというところで、上限付近で今は張り付いて、ここからダラダラと下落するのかなという、そんな印象が持てますね。ここのところを連続、昨日もそうですし、その前もそうなんですが、実体のないローソク足になっておりますので、一旦はこの辺りで上げ止まりと考えておくのが良さそうです。ただもう一度高値を目指して再び下落ということも考えられますので、今は基本的には上昇トレンド中ですので、このトレンドには逆らわないのがいいと思います。もし下落を狙う場合ですと、しっかり根拠を持ってですね、寝頃感でこの辺りから下がるだろうとか、そういう感じじゃなくって、しっかり下落のパターンとか下落の兆しが出てから、そこからのエントリーをしていかないと、まだ上昇する可能性もありますので、その辺りは注意ですね。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足を見てましても、上昇かなり上げ止まってきているなっていうのがわかります。今までのこの上昇の感じから高値更新があまりできなくなってきましたよね。ただ今のところ安値もじりじりとではあるんですが、若干切り上げてます。昨日も少し安値切り上げで、今、昨日の最終も下髭の陽線のローソク足で引けております。ここのところもずっと安値を切り上げ続けてきてますので、このまま一旦上昇する可能性は見ておきたいですが、やはりここからの上昇についていくというよりは一旦の下落を待ちたいところ。この黄色のボックス、上限ぐらいですね。ただこの上限少し汚いので、どの辺まで押しをつけるのかっていうのが分かりにくいんですが、まずは 172.945 というこの紫のライン、ここが1時間足の目線切り替えポイントと考えてますので、だいたい173円付近ですね。この辺りまでの押しをつけてからの次の上昇、深く押しをつけるのであれば、この黄色のボックス上限ぐらい、 172.5 とか172円ぐらいまでの押しをつける可能性もありますので、今は4時間足の GMMA に近くなってきてます。この GMMA 接触したところからの上昇になるのであれば、一旦は173円ぐらいまでの押しを待っておく。でそうなると、このオレンジのトレンドラインですね、このあたりまで押しをつけたところ、もしくは1時間足の目線切り替えポイントぐらいまで下落してきたところからの次の上昇の流れに乗っていくのがいいと思います。ただ日足のストキャスティクスはデッドクロスしてきておりますので、まだもう一段の深い下落っていうところも考慮しておきたいです。基本的には押し目買いですので、先ほども言いましたけれども、安易なショートエントリーは危険だと思います。そして日足のトレンドラインっていうのはここのあたりになってくるんですね。ですので、その辺ぐらいまでの押しをつける可能性は考えておきたいですね。ここから値幅調整をするのであれば、171円ぐらいまで下落する可能性もあります。ただしじりじりと下げてくれば、この横横の動きでトレンドラインタッチするような動きになるかもしれませんので、今は基本的に上昇トレンド中、その中で調整の下落を今からするのかなというところに来てますので、その辺は念頭に置いておいてください。そして1時間足ですね。1時間足ではこの緑のゾーンぐらいまで押しをつけて、そこからの反発をイメージしておりました。ちょっと早めの反発ですが、現在は上昇中、173円ぐらいまでは下げてきてほしいところなんですが、昨日ほぼほぼそのあたりまでの達成はしておりますので、ただこのオレンジのトレンドラインにタッチしてませんので、このあたりまでもう一度引きつけての次の上昇になるのかなという、そんなイメージも持てます。現在1時間足はここに3尊のようにも見えてきますので、現在地ですね、今ちょっと上がってきてますが、この辺が3尊左肩の頂点になりますので、ここが意識されるのか、それとももう一段上、このあたりですね、174円ぐらいっていうのが意識されるのかというところです。今日足のストキャスティクスはデッドクロス、4時間足のストキャスティクスもまだ下落余地がありますので、もうちょっと下の方を見ておきたいですね。やはり先ほど言いましたように、このオレンジのトレンドラインぐらいまで引き
きつけて、そこからの次の上昇を見ておくのがいいと思います。ただ次の上昇と言いましても、今はかなり高値圏になります。昨日とか一昨日の動きを見てても分かりますが、今かなり乱高下をしている、そういう中にありますので、ここからどんどん上昇していくとは思わない方がいいです。どちらかというと大きめの下落をする可能性の方が高いのかなとは思ってますが、今のところ底堅く推移してますので、その下落期待っていうのも中途半端なところからエントリーするとそのまま上昇に持っていかれますので、そこは注意。下落にしても上昇にしてもしっかり引きつける、そして今は乱高下をする、そういう相場なんだということを分かった上でトレードすることが必要です。まずはオレンジのトレンドラインぐらいまで、このトレンドラインを下抜けてくれば、先ほどの4時間足の黄色のボックスの上限ぐらい、172円ちょっとぐらいですね、そのあたりぐらいまでの下落は見ておきたい。ただし172円ぐらいっていうのは再びこの揉み合いゾーンに入ってきますので、分かりにくい動き、もしくはここからの反発上昇っていうのが考えられますので、その辺をイメージしておくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップでは、初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。 GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。またインジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。